はい、どうもオカリンです。本日も TABS 製品版をね、続きからやっていきたいと思います。今回は、こちら善玉キャンペーンね、善玉キャンペーンの5ステージ目から遥か彼方の守りね、やっていきたいと思います。善玉の意味がわからないもんな。まあでも英語よりさ、日本語の方が面白そうじゃない？あ、今回ちょっとこれあれや、敵陣地側に潜入してはるわ。ほんで遥か彼方の守りやからちょっと遠いな。うわー、出た、こいつ強いのよな。これ何やったっけ。あ、これ初心者や免許取り立てやった。こいつ、お前は、あ、お前みんな、あ、みんな免許取り立てじゃんこれ。あ、すごい落ち着いてるわ。見てこれ、ほら背筋ピーン伸びてるもん震えてる震えてるほんで親衛隊と斧ね、この斧も地味に強いからね。さあ、コストは6000なんで、まあ違うキャラを使いつつ行きたいんですけど、どういう感じで行こうかな。まあ、敵が遠距離なんで、こっちに来る前にってのは無理なんかな。こいつら結構射程が分からへんから、うん、弓が一番射程長いと思うから。いや、この銃士やな。この銃士ね、だいぶ射程が長いのよ。もうこの銃を見てもらったら分かる通り、もう画面外まで突き抜けちゃってんのね。こいつが射程長いから、これをちょっと、多めに置いて、これでリロード長いから、多めに置いて、ほんで、バルーンアーチャーでちょっと浮かして、いいの、今回作戦結構いいんじゃない？いい作戦使ってるかもしんない。ゼウスとか行く？ゼウスでさ、パパパパパパパーって。でも探すの大変やねんけど。一生覚えられへん。どこに何がいんのかって。これでゼウス。あ、これ一体減らすか。一体減らして、こうして、縦兵でも置いて、行こう。さあどうだ。まず、お、いい。え、どこ行ってる？どこ？あ、当たってる当たってる。ほら。だいぶ削ったよ。いけ、ちょ、混ぜ。いいや神一撃。やばいな、あれ。鉄鋼榴弾みたいなことか、モンハンの。あ、でもいいよいいよ。風船で浮かして、崖下落として。あ、結構いい勝負してる、結構いい勝負してる。まず右に注意そらして、撃て！放て！放て、マスケット！どこ撃ってんの、お前。あ、右撃ってんのか。あ、死体撃ちしてんのか、お前。死体撃ちはバットマナーやぞ。やめとけ。いや、思ったよりゼウスが弱い。っていうのと、この鉄鋼榴弾が当たるとまずいな。だから盾キャラを何匹か置いておくのがいいかもしらん、これは。で、ゼウス後ろから行こう。ゼウス後ろから行って、まずあれやな、この左のバーサーカー、こいつで突っ込んでもらって、鉄鋼榴弾受けます。ほんで盾、第二陣の盾で 2発目も受けます。で、後ろからあの、右乳首出した変態が、攻撃を仕掛けると。そういうことですよね。これどういう服なんやろうな。なんで左乳首だけ守ってんやろうな。ここまで作ろうんやったら、もう全体一枚で作ったらいいのに。なんでこんな、貧乏ちゃまみたいな服してんやろうな。どういうイメージなんやろう。からのパンプキン型ペルト行く。これ爆弾系強いんじゃない？あ、で、ヴァンパイアも置いとこう。ヴァンパイアこう消えてシューっていくから、多分強い気がする。で、骸骨剣士を適当に置いといて、行きましょう。さあ、どうだ？まず、ヴァンパイアが無敵状態で突っ込みます。はい、出た。そこでヘイト買う、カボチャ、カボチャどこ飛ばしてんねん、お前。いいよ、いいよ、いいよ。で、縦行きます。ゼウス残ってる。いいよ、いいよ、ゼウス残ってるよ。パンプキン役立たんパンプキンどこ当ててんねん。まずい。危ない、パンプキン耐える。あ、おうおお、倒した倒した。見づらいねんこれ、邪魔やこれ。メガネ橋みたいな、全く見えへん。逃げようとしたところを背後から一撃と、そういう感じですね。さあ続いて、灼熱の要塞。灼熱の要塞ですね。今回は、真ん中にサークルがありますね。俺囲めるよ、これ。
俺囲めるんだが。あ、弱そう、なんか。あい、あ、太陽がいる。これ敵に回るとどうなんやろうな。もう後ろのこいつらは雑魚やと思うから。こいつがどうなるかよね。コストは ?4200。まあまああるね。んで、マスケット。いや、カタパルト。ここカタパルト刺さるかもしらん。からの、死神強ない。これで1、2、3、4、5やろ。1、2、3、4、5で、まずこれ、格殺取れんのかな?どうなんねやろ。あかん。ワンパン、ワンパン。ワンパンや。ワンパン。刺せ!ふる!ふる!あ、惜しい!いや、だいぶ頑張ったよ。だいぶ頑張ったけど、あれ?あれ?こいつ遠距離?え?こいつなんか遠距離?投げてくんねんけど、これ。え、そんなお前、タンバリンみたいなやつ投げてくる。マジか。それ知らんかった。てか、後ろのこれいらん。全く持っていらんわ。どうしよう。もう勝ち方分かったもん、俺。バーサーカーで突っ込んで、ヘイト買います。ほんで、こいつが無防備なやつ、しばきます。やろ?うん。ほんで、ヴァンパイアとかでいいんじゃない?ヴァンパイアが後ろから無敵状態で、気づいたら目の前いますって、ほら。ほら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 、そこでまず耐えるやろ?ほんで、にょむにょむにょむ言うて、おいおい、かま伝説の一振り。にょむ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 、はい、ブスブス、はい、ブスブス、ガバーン。はい、ガバンガバーン。おい。あとこいつだけや。あ、すごい、楽しそう。楽しそうで、めっちゃステップしてる。やばい、負けるかも、負けるかも。避けろ。させ。早く。よいしょ、よいしょ。はい、よいしょ。もう一杯。もう一回。おいー。割と危なかったっていうな。よっけよっけ。さあ、続いて。覆い尽くす、陳テンポ。覆い尽くすテンポです。え?ちょっと待って。ここに線あんねんけど、みんな。ここに線あるで。え、後ろは?後ろおらんねんけど。え、どういう、あれこれは。リンチしていいということでよろしいですかこれは。だってこの、何?でもアイドルステージみたいやもん、ほら。こっから見たら、さながら、アイドルのステージを見ているかのようなね。6人組のユニット。ではなく3人組のユニットプラス、バックダンサーみたいな。そういう感じしますけど。え、こんなんさ、あれじゃないの?死神2体無理か。死神置いて、適当にミノタウロス暴れる?適当にミノタウロスとか暴れちゃってさ、忍者とかでも置いとこうや。世界観バラバラやけど。こういけんちゃうの?あ、これ刺す、あれがちょっとようわからんな。刺すときもあれば刺さん。なにだ?なにこいつ?え、落ちていってんけど。え、どこ行くの?え?あれ何?負けたし。なんで?なんで負けんの?え?これ太陽?あ、違う!これ。え、俺ずっと太陽設計士やと思ってたらちゃうやつや、これ。なんか、何?これ後ろ時計?これ。これがなんか、一周回ったら進化する的な?なんかすんごいので、違う。なんかすごかったよな、今。ちょっとここを離したらいい感じかな。ちょ、忍者とか使ってる場合ちゃうわ。ハルバードとかいいんじゃない?で、無敵的にフェンス置いとこう。これでどう?これなんなん?ほら、時間進んでる。一周回ると、進化すんねん。ああ、負けた。どうなってんの?おう。おう。あ、確かボクサーって強くなかった?なんかボクサーさ、大量にカスタムで使った時めちゃめちゃ強かった気がすんねんけど、かなり攻撃速度速くなると思うんやけど。ほらほら、耐えてる。あ、でもチアリーダーが死んでる。チアリーダーが死んだ。おいー。え、こいつどうなんの?おお、一発撃ったら沈んでいく。自ら。え、勝った。これでいいの?こいつ自分から死ぬんやけど。
コースの設計が悪い。勝ったのは彼でした。とんでもない角刈りです。さあ続いて、読めへんな。強益な衝動って読むんですか。今回もまたあいつがいそうな予感ですけど。ああそうよな、さっきのあれや、デモンストレーションってことや。あんだけ近かったからいけたけど、で今回どっから、ほらここやから、こいつ前出てくんのよ。だからさっきみたいな反動で後ろに落ちるっていうことがないから、ちょっと怖いな。コスト6500か。えっここ悪魔には、違う、天使には悪魔で立ち向かう。これで1500あるから、チアリーダー3体とか使ったらさめっちゃ用ない。頑張れ頑張れ悪魔、いけ、チアリーダーの力見せつけろ。マンモスはどうや、やれるか、やれるかマンモス、進化するぞ。やばい、うわすーげえ、前見えへんや、お前目2個しかないはずやのに穴6個もある目増えんのかな、お、すごいなこれ。で懐かしのあれ行く、懐かしのさ、大砲2個とか置いてさ、チアリーダー4体これ楽しいのよな。バランス崩壊してるけどさ、バカほど楽しいのこれリンチです。リンチの始まりです。マンモスなんて無へでもない、もうすでに神は死んでいる。いつの間にか神が死んでおりました。生きておりません、神は。生きてるわ、神生きてます、生きてるわなすすべなし。いやなんかねえ、申し訳ないな。あ、まあこれやめとくか。やるたんびになんか申し訳ない気持ちになる。あ、コスト1万や、これ最後じゃね、ほらラストや。揺るがぬ守護者、ほう、アイドルに太陽、これ太陽設計室やな。ほんでビギナー、そして後ろは、えっ2体もいんねんけど。2体か、しかも我々は囲まれてしまっている。これをどう切り抜けるか。だからこいつ進化をさせたらあかんと思うのよ。進化させちゃったら、お、スーパーボクサースーパーボクサー使える、スーパーボクサー使える、みんないけ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 、じゃ進化する前に、わお、わわわわわわ、進化しちゃった。じゃ何してん、寝てる場合ちゃう、わあわあなすすべなしや。なんか起き上がれへんねんけど、うちのボクサー膝やられた、膝やられてしまいました。天界に殴り込む悪魔の使者。さあ今回はもうコスト1万ってことで、2500のこちら4体を貸していただきました。まあこちら側はね、まあ1人1本ずつありますんで、まあ喧嘩はないかなと。でこっちはもう数で押し切ろうという作戦でございます。進化されたら負け、いけ頑張れ死神、レッツゴー。さあ右は順調そうです。そして左、お、刺してる刺してる、だが進化されていく。さあどうなる、倒せるか、刺す攻撃は効かなそうだ。だがさあ天使と悪魔どちらが強いのか。天使です、圧倒的天使です。360度完全防壁システム。さあ今回360度全てを囲み、全てを砲台で視認しておりますので、まあここら辺前衛はこのねアルバイトの方に頑張っていただいて、そして耐えてる間にこいつのチャージを貯める、そしてババ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 ッと全体に攻撃を仕掛けるという作戦でございます。結局チアリーダー使ってしまい、チアリーダー吹っ飛ばしてんけど、自分でどういう使い方で。チアリーダー使ったら台風になるんやったっけ、せやったっけ。あでも大砲も撃つわ、あ強い、おおおお、どっちが勝つ、どっち勝つ、これどっち勝つ、あ負けた。チアリーダーが吹き飛ばされるというのが想定外でした。ありがとうございます。あ
巨人とかどう、あ、巨人違う、これ巨人とかどうな、巨人結構強かったイメージあるんですけど、これにチアリーダーとりあえずチアリーダーつけるっていう、これつけたら結構頑張れへん、ただ一瞬でし、あ、チアリーダーが狙われちゃうわ、俺なんかモンハンみたいになってる、モンスターハンターみたいになってますけど、大型モンスターを討伐するみたいな、あ、やめてやめて寄ってたかってボコんのやめて、いやね、こいつらが範囲攻撃やから、こっちは違うかもしれんけど、数で押すっていうのがね、かなりきついのよ。できた、ライブ会場ダンサー目線。さあ今回はこの100コスト100のオタクたち100人を呼ばせていただきました。そしてこの最前列の席、もう今にも触れそうなその距離感でオタクたちは我慢できるのか、さあ見てみましょう。ライブのスタートです。ライブスタート。はいはい、オタクたちは我慢できませんでした。だが全然近づけません。おお、吸い込まれていくが、オタクたちはかなり強いと。いいよいいよいいよ、ダンサーしばこうしばこう、ほらもうボイコットよ、ボイコットボイコット、え、結構体力高いんやけどこいつ、やばい2人になってる。うっ、何か止まってんだけど、え、何これなんか すごいな、全員体ピーンって伸びてんねんけど。じゃあもう戦車で暴れてもらおうな、戦車にチアリーダーつけてそう、 まずその神を倒そう。いやマジか、早いな、浮き上がられるとね、戦車じゃどうしようもないか、うん、もう身動き取れなくなっちゃったよ、動けなくなっちゃった。てか体力高ないこいつ、結構打ってんねんけどな。早打ちガンマン行く、早打ちガンマン、オッケー、行け早打ちガンマン、その早打ちを見せてみろ。いいねいいね、タン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 、いや止まるポンポンも浮いてる、え、強いどうすればいいの、チアリーダーを持ってしても勝てへんっていうの、このチートを使ってでも。嘘、これ本当、本当ですか、そこまで言うのなら使わせていただきますけど。おー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 おおおお、一番って、え、あ、え、勝ったえ、勝っちゃった、何これ、つまんない、なんやねんこれなんやねん、巨大なトゲ、あ、あ、あ、ちょっと待って、みんな全使える、ほら、あ、マジか、え、全使えるようになってんねんけど、ほんで製造、あ、これか、でクロノマンサー、こいつが進化キャラやな、あ、そうなんや、クリアしたら使えるようになるっていうか、もうこれしか使えへんねんけど。さあと言いますことで、ファンタジーの善玉編いかがだったでしょうか。まあここ以降その新キャラが使えるってことなんですけど、まあ、とりあえずは一旦ここで終了にして、もう一つねステージがあるんですよ、闇のステージっていうのが、だからそっちを先にやりたいかなと思います。まあ、もし再生数がもう5万とかいくようであれば、もう引き続きここ続きやっていこうかなと思うんですけど、まあ、そんなわけないと思うんで、新要素の方をね先にやっていこうかなと思います。というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。